日野と羊役場とは、1547年に、朝鮮王朝と千島の宗主の間で結ばれた、来航者取締り規則のこと。1544年に発生した蛇両和編により、1512年に、宗主と朝鮮王朝の間で締結された人身約場は破棄され、日本国王氏及び、大内氏、小児氏の施設を除き、日本からの通行は禁じられた。 日朝貿易を経済的基盤としていた宗氏は、事態の打開を図り、1547年に、偽日本国王氏を派遣した結果、締結されたのが、日野都羊役場である。三浦の乱の講和条約である人身役場では、党主祭使い船を50隻から25隻に削減、多くの深所は名義の都市使い船の停止等、宗氏に、通行の抑制を強いるものであった。 その後の度重なる交渉により、当主祭使い船は30席にまで回復していたが、日野と羊役場では再び25席に削減される。またそれ以外に、50年以前の受徒所人、受職人の通行権の停止、入行場を、富山村、聖保の2校から、富山浦1校に削減、家徳島異性に来泊する者は、和校とみなす党、 人身薬場よりもさらに通行の抑制を進める厳しい内容となっていた。日野と羊薬場締結後、創始は通行抑制の緩和を求める交渉を繰り返し、1557年に停止薬場が締結されることとなる。ありがとうございます。